第2部の課題は一つだけです。アフタヌーンティーのテーブルを魅力的に演出してください。セッティングからフードや、やべ、俺全然わからんぞ。なんか景色あるんじゃないのか。セッティングの知識ももちろん重要ですが、わからない部分はセンスで補ってください。置き方一つで魅力が左右される。気配りとセンスは重要ですよ。制限時間は10分。絶対にメイドラテは守ってみせる。では始めてください。どれ選べばいいんだ。よし、行くぞ。うせい、ちょっと待って。なんだよ、殺す気か。アフタヌーンティーを楽しむのは誰。は、誰のためのテーブルにするの。英国風の羊喫茶で優雅にお茶を楽しむんだから、相手は上品なお嬢様か奥様だ。うせい、ケーキ全種類取ってきたぞ。これだけあれば十分だよな。わーい、たくさん。まるでケーキバイキングだね。優雅じゃないかな。こういうのも使わない。おお、それっぽいな。残り時間3分です。え、早くセッティングしないと。俺が選んでもいい。なんかわからんが自信ありげだな。ケーキスタンドの一番下にはスコーンを、赤いジャムとクロテッドクリームを探してきて。クロテッド。真ん中の段にはフィルドスタイルのサンドイッチ。ビビる。で、一番上にはさっきの中から小さいケーキを。どれがいい？なら、タルトのやつが良さそうだな。紅茶は軽い味わいのアールグレイ。数ある中でなぜそれを？まあ、アフタヌーンティーの定番だからね。残り時間30秒です。そして仕上げに、小さめの花をやや控えめに生ける。これで完成。英国式アフタヌーンティーのスタイルに忠実ですね。ナイフなどもよく磨かれている。細やかな気配りが女性に好まれそうだ。素晴らしいテーブルです。すごいな、どこまで完璧なんだお前。俺を誰だと思ってるの。謎の変態宇宙人、故郷はフェロモン星。イオもそれで。いや、そうじゃなくてお前。それではここからしばらく休憩時間に入ります。先ほどのテーブルで各自アフタヌーンティーをお楽しみください。カノク、ケーキだよケーキ。黒タツが見た目なんかにこだわるから。俺はもっと豪勢に食べたかった。見た目勝負なんだから当然だろ。なあ、ウシ、どうしてこのオーディションに参加したんだ。今をときめくネットアイドルにお願いされちゃったからドキドキしちゃった。真面目に答える気はないか。覆面スーツが面白そうだったから。これは嘘でもなさそうだ。ダメ、息もつきたくなるわこの野郎。俺たちは許さんぞ。よくも見たか。その辺の茂みに捨ててくる。あんな爆弾抱えつつ立派なご活躍お見事やで。さすが薄いとでも言うべきか。は、いたいた。ん、やっぱり薄いさんだ。まさかここで会うなんてびっくりですよ。あなた誰ですか。え、薄いさんですよね。私の名前は薄いじゃない。留学中のエゲルシンです。カノ君、薄いさんじゃないよ。キャラが違う。薄いさんに教えてあげなきゃ。そうですね。すごいねカノ君、びっくりしたよ僕。そろそろ戻りましょう。ほらケーキが残ってたでしょ。残すともったいないよね。ああ、まったくあいつら。しろよ黒田さん。随分時間かかってたね。ああ、手洗いに行ったんだけど、あいつがいたから堂々と男子の方に入ってやった。なんか不機嫌だね。まるで板のようだって言ったの怒ってるの？やっぱりなんて素晴らしい胸筋なんだとでも言うべきだった。誰もそんな話してないだろう。それとも男子用じゃ緊張してうまく用を足せなかった。うわー、何わけわかんないこと言ってんだこの変態が。
なんだよ、話せよ。モモ、君のこと不機嫌なのはお前の方じゃないか。かもね。どうしてだかわかる？なんとなく。そっか、じゃあ仲直りしよっか。あんまり無茶するとお仕置きするからね、美咲。分かってくれて嬉しいよ、美咲くん。あー、うるさい。まだ揉めてるように見えなくもないけど、喧嘩にならなくてよかったね、カノ君。そうですね。それではフットマンオーディション第3部開始します。うすい、そのなるべく無茶はしないようにするつもりだが、それでも私、俺は最後まで全力で行くからな。葵ちゃん、スバル、こっちこっち。大変だったわね。大丈夫？はい。葵ちゃん、あなたまた黙ってこんな無茶して。あー、はいはい。もう説教はいいってば。さつきさんの店がいきなり出てきたわけのわからない連中に買収されて、羊喫茶なんて可愛くないものにされちゃうなんて、そんなのこの僕が黙ってられるわけがないじゃない。葵ちゃん。あの店は僕がもっと可愛くプロデュースする予定なんだから。葵ちゃん、乗っ取るつもり？っていうか、無茶してるのはあっちの方じゃない。何考えてんの、あの女。よかった、スバルさんたちみんなのところに戻れてる。自分が無茶なことしているのは分かってる。それでもここで引き返すわけにはいかない。買収の話が私のせいである以上は。おお、本当に挟めちゃった。遊びに来てんじゃねえぞ、放水。なんだよこの紙、 49?お手元に番号の書かれた紙が行き渡りましたでしょうか。各ペア1枚ずつ引いていただいたその番号が次の審査を受ける順番となります。最終課題は接客シミュレーション。審査員を相手に実際接客をしていただきます。我々に求められるのは緊張感の中にある優美さと忠誠心。ごまかしの効かない空気の中、どれだけフットマンになりきりアドリブを聞かせられるか、これが最重要課題です。どうぞ皆さん頑張ってください。俺たちのペア交代で一組分減ったから、つまり一番最後ってことか。うそいちゃんの愛さん、来るな。緊張しますね。この距離じゃさすがにバレる。うそい。大丈夫か、意識はあるのか。おい、しっかりしろ二人とも。うすい、おい、うす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 い。怪我は？私は平気だ。俺も平気だよ、美咲くん。君、今は動かずに手当てを。大丈夫ですよ。そんなわけないだろ、いくらお前でも私をかばいながら落ちたんだ。怪我してないわけないだろ。美咲くん、店のみんなが心配そうに見ているよ。大丈夫なら手でも振ってあげたら。お前、腕。本当に大丈夫ですか？心配なら医者を呼びますが。お構いなく。お帰りなさいませ。ご主人様。それでは次は49番。やっと俺たちの番だよ。さっきの反応、左腕をひどく痛めてるはず。それにあの右手首も。いいのか、あいつをあのまま上がらせて。でもここで私が降りたら。では審査を始めます。客役および審査は私、マキが務めます。よろしく。よろしくお願いします。始まった。
やっぱり相手はあの糸目男だ。この課題でもう終わりなのよね。どうかこれ以上何も起こらないで、あの二人が無事でありますよう。お帰りなさいませご主人様。お荷物をお持ちいたします。では上着も。上着もこちらへ。お席へご案内いたします。そうだ、案内や説明は薄いに任せて、荷物や食器は全部私に運ぶ。これ以上両手を痛めてる薄いの負担を増やすわけにはいかない。お呼びでしょうかご主人様。そろそろディナーを頼みます。かしこまりました。あと君、読書がしたい。そこの本を10冊ほど持ってきてくれないか。かしこまり。どうぞご主人様。どうもさっきから気になっているのですが、君は随分彼をかばっていませんか。どうやらそれには理由があるようだ。君は彼に何も持たせたくないのでは。すみません、ただの客が差し出がましいことを言いました。ですがもしも彼に事情があるならば、彼には何も頼まない方がいいですよね。しまった。ご主人様、心優しいお気遣いありがとうございます。ですが我々は主の命をいただけなければ存在価値がないのと同じ。どうぞ何なりとお申し付けください。これじゃ逆に薄いを追い詰めただけじゃないか。ですが君には何か事情があるのでは。例えば怪我をしてるとか。彼が私の仕事を奪うのは、私に別の仕事をさせたがっているからですよ。ご主人様、一つお許しをいただきたいのですが。別の仕事がバイオリンとは。バイオリン弾けるなんて初耳だぞ。しかもあいつ、あんな手で。なるほど、これは確かにいい仕事ですね。食事も一層美味しくなりそうだ。せっかくだからしばらく楽しませてもらいましょう。どんどん顔色が悪くなってる。ミサちゃんたちだけ異様に長い審査ね。性別を偽ってまでここまで来たのは店を守るためだ。自分の力でどうにかするならこれしかないと。でも動かされましたか。申し訳ありません。実は彼は今両手を負傷しており、一刻も早い治療が必要かと思われます。君、それは本当ですか。見ればわかるでしょう、こんなに顔色が。ですが彼は何も言っていない。つまり彼は怪我をしているとしても自分の仕事をやり遂げる意思があるのでは。辛そうだからといって主人の目の前で勝手に仕事を辞めさせる。随分甘ったれた慣れ合いをされるんですね。あなたの店でいう支え合う心というのは、無理を押して頑張る仲間を倒れるまで見守ることかもしれない。でもうちの店では倒れないように支え合うんです。みんなが支えてくれるから自分も支えたいと思う。迷惑かけても背中を押してくれるからここまで頑張れる。そういう店だからお客様に一生懸命尽くすことができて安心して満足してもらえる。そんな風に優しいあの店が私は大好きなんです。失礼しました。ミサちゃん、薄井くん。すみません、タクシー呼んでもらえませんか。早く病院に。分かった、待ってて。こんなに腫れて。ハンカチ濡らしてくるわ。店長、すみません。ミサちゃん、もしメイドラテが場所も姿も変わってしまったら
あなたはどうする？店長が私を必要としてくださるのならどこでだって。ありがとう。私は幸せな店長だわ。どうした？そんなところに突っ立って。あんまり間抜けな顔、外で晒すな言うたやろ。私はバトラーやフットマンのあるべき姿を考え、従業員に妥協を許さない方針を貫いてきました。当時の英国の階級社会を忠実に再現すれば確実に客を満足させられると。あの女の言葉で方向を失ったか。ほんまお前は世話が焼ける。ま、土地は他にもある。一等地がね。まさか五十嵐財閥所有の。もともと俺のために用意された場所や。問題ない。あいつらの店はあのままにしといた方がええ勉強ができるやろ。ありがとうございます会長。あとは勝手に頑張れや。ねえ、あのサンバカいつにも増して気持ち悪い。待って、こっちも同じ顔。無理もないわ葵ちゃん。メイドラテ最大のピンチを乗り越えたとこなんだから。そのことなんだけど、ちょっと説明してくれる？なんでいきなり買収の話がなくなったのか。店長から聞いてない？マキさんの店は別の場所で開店することになったんだって。だったら最初から買収の話なんか持ってくるなっつーの。あ、そういえばあいつは？あいつ？ミサちゃんでしょ。やっとまともに喋った。ミサちゃんならきっと今頃な。なんなんだここは。俺の家。ああ、どうやらそうらしいな。何？お見舞い？そんなところだ。ご家族の方は？いないよ、一人暮らしだから。お邪魔します。引っ越したてじゃないよな。入学当時から住んでるよ。どうして一人で来たの？俺に何されても良くなっちゃった。やっぱり熱出てるじゃねえか。無理に早く退院したって本当だったんだな。とにかくお前寝てろ。タオルとか氷とか適当に借りる。いいよ俺が。お前は寝てろ。相沢、本当にいいから寝てくれ。アホ薄い。頼むからちゃんと直してくれ。家族に連絡とかしてないのか？必要ないし。なんで無理に退院したんだよ。病院って暇だから。ちゃんと何か食べてんのか？煮込まれすぎて米がただの白いスープになってる。会長って料理が下手なんだよ。悪いか。嫌なら食うなよ。私が全部食うから。食べるよ。でも右手持ちにくいから食べさせて。ちなみに俺猫舌だから。感動した。こんなにも素材の味を殺しきれる料理法があったなんて。うるさい、黙って食え。なんだ、こんだけ食えりゃ心配ないな。残せるわけないだろ、相沢の初の手料理。あ、汗かいたから着替えた方がいいな。って、その手じゃボタン外すの辛いか。ガン飛ばしてくる不良のようだ。うるさい、窓の外でも見てろ。はいはい。またこいつに借りができた。憎まれ口叩いたりセクハラしたり、ふざけたやつだと思わせるのに、いざって時は私を助けに来る。なのに私は何も。ごめんな。私はお前に頼りきりなような気がする。今までの分も借りを返したいと思ってきたのに全然ダメだ。結局この程度のことしかできない。不甲斐ないな私は。まったくずるいよね相沢は。何が。俺も結構相沢のこと頼ってるよ。
嘘つけ。嘘じゃない、俺には相沢くらいがちょうどいい。ちょうどいいってお前何様のつもりだ、アホ薄いのくせして。あ、なんだこれ、くそ、ムカつく。だからそれずるいよ会長。何がだよ。どうなっても知らない。だから何がだよ。ねえカノー君、なんで君だけオーディション受かったの。そう、なんでペアなのに僕だけ落ちてるの。そう。きっと